はい、どうも、ジェリです。今回の動画は、特に編集ともせずに上げるので、ラジオ感覚でお聞きください。ということで、早速話していきましょう。タイトルとサムネにもある通り、今回は次の25イベントについてのお話です。はい、次の25イベントがですね、この前のワンダショチャンネルで発表された25書き下ろし楽曲、笹野マリーさんの25書き下ろし楽曲の、発表の方で、まあめちゃめちゃね、エモい楽曲の方が発表されたんですけども、あれが出たことによって、次の25イベントのね、予想がね、できるようになりました。はい、次の25イベントはね、多くの人も言ってるんですけど、高確率というか、ほぼ確定、99.8% ぐらいの確率で、かなでちゃんのバナーイベントになると思われます。そして時期としてもね、この月末、5月の月末に発表の方があったんで、イベントの開催時期に関しては、6月中に必ず、今日動画撮影日が5月30日で、次のイベントのね、情報が発表されたんで、5月末のイベントではないことが確定したんで、6月中にイベントが行われると思われます。で、まあ、イベントの詳しい開催日時がいつになるかとかいう話と、あとは、かなでちゃんのそのバナーだね。かなでちゃんのなんでバナーがほぼ確定なのかとかいうお話、あとはちょっとエモいお話がね、エモいかわかんないけど、お話とか、あとは星4とかについてもいろいろ話していこうと思います。はい。でね、まあ、なんで、かなでちゃんのバナーがほぼ確定って言われてるかっていうとなんですけど、画像、こちらですね。笹野マリーさんの名前が出てるんですけども、この画像に、映っている花だね。下に花が映ってるんですけど、これどっかで見覚えありませんかっていう話で、そう、かなでちゃんの、カラフェス限定の星は、前髪パッツンかなでちゃんの、はい、あのイラストのかなでちゃんの、いた場所に映ってた、あのイラストで映っていた下の花と同じ花が映ってるっていうところなんですよね。で、カラフェス限定のかなでちゃんのイベントのサイトストーリー読んでもらうとわかるんですけど、あれ白いカーネーションらしくて、白いカーネーションのある場所にかなでちゃんが、行くっていう、まあ、ちょっと特殊な世界にかなでちゃんが行くっていう、ストーリーがあったんですよ。で、まあ、その白いカーネーションが何かっていうと、多分お母さんつながりのところでっていうので、まあ、今回かなでちゃんのその、まあ、白いカーネーションが映ってるっていうところと、楽曲もかなでちゃんが歌ってるし、で、かなでちゃんがほぼ隠れバナーだろうねっていうふうに言われてます。で、イベント開催日なんですけど、こっちはワンダショイベントの関係で、ワンダショが今、2月のスマイルオブドリーマーイベントからずっと来てない状況が続いてるんで、多分今、てか、次のね、この動画上がってる時にはイベント開始してるかな?の、混合イベントの後、ワンダショのイベントが来て、多分ワンダショのイベントが6月の10日ぐらいかな、10日とか11日とかそのぐらいから、イベントが開始されて、まあ、9日間ぐらいあって、イベントが多分18日、19日ぐらいに終わると思うんですけど、その後だね、その次の周期のところで、来ると思います。で、ここでね、話に上がったちょっとエモいお話みたいので、配信とかで視聴者さんに教えてもらったんですけど、6月って、父の日があるんですよね。で、その父の日が何日かっていうと、6月の20日です。はい。6月の20日ってことで、イベントの周期、まあ、あと過去のね、プロセガのイベントの開催日、日時とかを見ても、6月の20日にイベントが開催されるっていうのは非常に可能性が高いんですよね。で、プロセガって月末の最終日に、次のイベントが開始されるっていう周期なんで、20日に開始だったら28日までの9日間のイベントで、その後1日置いてからまた30日にイベント開催だったら、イベントの周期的にも合うんで、もしかしたら父の日に、イベントが開催されるかもしれない。そして、かなでちゃんがバナーとほぼ言われている状況で、父の日。あれって。まあ、かなでちゃんのお話が深掘り、かつね、お父さんとか、まあ、ほとんどストーリー内では語られてない、かなでちゃんのお母さんについてのね、話とかが今後、
今後とか次のイベントではね、また深掘りされていくのではないかなといった感じで、非常に楽しみではあります。まあ、ただね、そうなってくると、おいおいおいと、ジールさんよと、かなでちゃんのストーリー進めるのはいいけども、ニーゴにはもっと重要な話が今あるんじゃないかってお話なんですけども。はい、前のね、ニーゴの箱イベ、シークレットディスタンスでみずきちゃんがバナーになって、で、その後の、1ヶ月後にね、またあったお悩み聞かせてワクワクピクニックで、みずきちゃんの話がね、微妙に進んでいるけど、なんとも煮え切らない状態がね、続いております。はい。みずきちゃんの話どうするんでしょうね。まあ、かなでちゃんバナーのイベントで、こう、かなでちゃんにみずきちゃんを絡ませるっていう可能性も結構あるのかなとは思うんだけど、前回のワクワクピクニックで、まあ、気持ちいい終わり方ではなかったけども、まあ、ちょっと一区切りつくような終わり方はさせてたんで、まあその辺で、今回はもう完全に舵を切ってかなでちゃんの話にして、また一周年とかでみずきちゃんの話をするのかなとかも、思ったり、まあ考えたり、しました。はい。で、あとは、かなでちゃんバナーだとしたら、ガチャがどうなるかだね。ここが、かなりでかいです。周期の話で言うならば、確実に真冬ちゃんが、来ます。真冬ちゃんがね、前回実装されたのが、そのカラフェス限定の真冬ちゃんで、その前が、ペイルカラーの時の真冬ちゃんなんで、まあ、かなでちゃんバナーだとしたら、サブが、まあ、冬ちゃんで、もう一人がバーチャルシンガーかなって感じですね。あの、みずきちゃんと、えななんに関しては、今月の頭と先月とで、あの、とんでもない周期で来上がってるんで、はい。あの、水へ直しが大変な目にあってました。私、ジールは我慢して引かなかったんですけど、ガチャ引きたかったな。っていうことがあったんで、まあ、みずきちゃん、エナナはガチャで来ないと思うんで、ここで予想されるのが、まあ、ニーゴの、まあ、ミクちゃん、リンちゃん、メイコさん。でね、一部で、ルカさんが来るんじゃねみたいな話も、出てないことはないです。はい。ただしね、ルカさん、まあ、これは、最初にリンちゃんが追加される時にも話してたんですけど、あんまりジールさん誰もいない世界が、もう今誰もいない世界に3人いるからね。誰もいない世界がもはや誰もいない世界じゃなくなっちゃってるから、まあ、できればあんまり増えすぎないでほしいなっていうのと、あんまり増えすぎるとガチャ引くのが大変になっちゃうんで。まあ、それにメイコさんもリンちゃんもまだね、ニーゴでは星4実装されてませんので、まあ、メイコさんか、リンちゃんかどちらかが、星読んでくるんじゃないかなとか予想してます。で、メイコさんに関しては、みずきちゃんのお話で出てきたんで、みずきちゃんがまたバナーで、みずきちゃんの話が進めるときにメイコさんがバナー、星読んでくる可能性が高いなと勝手に予想してるんで、まあ、今回はりんちゃんが割と可能性が高いのかなというふうに、はい、思っております。あと、タイプに関してなんだけどね、タイプに関しては、わかんないっす。まあ、前回のシークレットディスタンスがキュートタイプで、その前が、なんだったっけ？ペイルカラーがハッピータイプか。なんで、ピュアタイプか、ミステリアスタイプ、あとはピュア、ミステリアス、クールで、多分クールがね、周期的にワンダショのイベントかなとか勝手に私ジールが思ってるんで、まあミステリアスタイプもしくはピュアタイプあたりが来るのではないでしょうか。ただピュアタイプに関してはね、星4がかなりの数実装されてるんで、ピュアタイプだったら編成が組みやすい。クールタイプだったら、編成が多分ガチャゴリゴリ引かないといけないんで、大変ですねって感じです。はい、こんなもんかな。ちょっと動画時間が10分いかないんで、もうちょっと話しましょう。もうちょっと話しましょう。そうですね、まあほんと、まあ私ジールはイベラン、次イベラン、かなでちゃん、まあ、できれば真冬ちゃんバナーでイベランしたいなとは思ってるんですけど、そろそろイベランをしたいというのと、多分真冬ちゃんはどうせガチャでは来るんで、どうせガチャで来るんで、真冬ちゃんをジールさん当てるまでガチャ引くつもりなんでね。てか、2号でイベランしようと思ってるんで、あとガチャ動画も出そうと思ってるんで、まあピックアップ全員ね、当たるまで、引こうと思ってるんで、まあ引くついでに、
イベランって感じにします。なんでね、イベランする際はまあまた500位称号かな、500位称号ぐらい狙ってイベランしようと思うんで、ね、イベント手伝っていいよって人はぜひぜひその期間中はイベラン手伝っていただけるとありがたいです。多分イベランはね、配信しながらすることになると思います。あとはあれだね、ガチャ機能、ガチャポイント機能だったっけ、今度6月中旬にアップデートで、ね、近藤さんがすげえ機能追加してくれたんで、星音がピックアップが、各100回ガチャ引いたら、優勝で100回ガチャ引いたら、無償だったら200回ガチャ引いたら確定でピックアップもらえるとかいうとてつもないね、機能を追加してくれたんで、そちらのなんだろうね、機能アップデートが25のイベントが開始されるまでに追加してくれるとありがたいとか、お願いします追加してくださいって感じですね。まあ、その後がカラフェスが来る可能性が非常に高いので、はい、6月末ですね、6月末カラフェスが来る可能性非常に高いです。今カラフェスが3ヶ月周期なんで、3ヶ月周期で来ると、25イベントの後にすぐカラフェスという感じになります。その点もガチャ引く人たちは頑張りましょうってことで、多分動画の時間がいいぐらいなんで、ここらで今回の動画は終わっていきます。よければね、高評価チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。